マッチョ。こんにちは。こんにちは。こんばんは。ネムネムボーイのひなりです。ふみです、はい。はい。今回はですね、以前も行った究極の2択にお答えしていきたいと思います。はい。第3弾だ。結構みんな好きなのよ ね、これ。まあ面白いよね。うん、面白い。今回もインスタのストーリーにて募集させていただきました。答えてくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ早速いきますか。はい。レッツ、ゴー。大好きな人と一生親友、or 一週間だけ恋人。あー、これね、聞いたことあるね。これね、結構しかも王道な質問かも。せーの。一生親友。あー。親友よね。うん。ねえ。ねえ。一緒親友でもいいかも。そうだからその形でもいいから一緒にいたいなっていう、うん、親友からそのまま結婚もありですね。ダメだよ。恋人飛んで、え、恋人飛んで結婚になったらいいわけでしょ。抜け道だ。そう、え、いいわけでしょ。あんまいいわけだけど、そのパターンでいけます。ってことで次、かっこよすぎる彼氏と可愛すぎる彼氏。私結構可愛い系男子好きなんですよ。ご存知かもしれませんがみんなおーってなってるよ多分今。有名人で言うと千葉雄大さんとか、うん、ちょっと可愛らしい系男子がすごく好きなんですよ。ただ可愛すぎる彼氏ってなるとかっこよすぎる彼氏かな。イケメンって一生拝んでられるから、可愛いの概念が分かんなくなってきた。そう、難しいよね。かっこいいもだって行動もあるから。そう、そうだよね。見た目じゃないかもしれないしね。かっこいいは過ぎてもいいんだけど、過ぎてもいいんだけど、可愛すぎるは過ぎると一個超える感じはあるよね。ってことで次、朝エチエチは夜エチエチ。おー、これでももう俺決まってる。うんうん、せーの、夜だよね。いや、まあ俺なんかあんま朝ない。ほぼ夜なんじゃない。朝したい欲は別にない。わかんないけど、女子的にムードみたいなの大事だから、なんか夜の方が雰囲気的にも。朝は朝でいいんじゃない。なんかそれはおはようみたいな。でも確かにたまに少女漫画ではある、あるでしょ、うん、ってことで次、彼氏が異性と自分の目の前で話されるはネットで絡んでる。まあこれは彼氏彼女とどっちもありとして。そうそう、せーの、目の前、 で話される。あ、ね、あ、そうだよね。なんかネット嫌かも。いや別に嫌じゃないんだけど。嫌じゃない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 。違うの、違うの、落ち着いて。違う、全部消した方がいいかな。違う、ネットで絡んでるって分かんないけど、勝手に SNS を想像してて、うん、内容にもよると思うんだけど、別に普通に友達とかとさらっとツッコミとかしてる感じだったらそんなに嫌じゃないけど、うん、なくてもいいパターンが多いじゃん多分ネットの絡みって。ああ、まあまあそうだね。会った時に話すとさまたちょっと違うじゃん。ネットでの絡みはなくてもいいぐらいの絡みそうな気がするから、わざわざ自分から行かなくてもいいぐらいの会話に行ってやり取りしてるっていうのが嫌ではないけど、もやっとしちゃうかなって思った。必要ないでしょうかね、うん、いや俺もだからなんだろう、別に目の前で喋られるのは全然よくて、別にコソコソしてる意図がなかったとしても、なんか自分が見てないところでやってる方が嫌かもなっていう。微妙なリプ見ちゃったらすごい、そうね、あってなりそう。なんかこんな関西弁で突っ込むみたいなのとか見ちゃったらちょっと嫌かもなと思って。あ、そっち？なんでやねんみたいなこと言ってたらなんかえ、ちょっとわかるこれ。なんかちょっと引いちゃうね。ということで次、1年間夏は1年間冬。せーの、冬。冬。後出しかなってちょっと間違えた今。なんかどっちが、いや冬。いいよね、冬だね、冬がね夏だ、こいつ夏だ、回し物だ楽しみだね楽しみだね、これから。ああそうだね、夏がね、あ、冬がね、冬だ回し物だ。最後の最後で。ということで次、頼ってくれない伊勢 VS 何でも頼る伊勢 VS 戦うめっちゃ戦ってんだよな。せーの、何でも頼る伊勢。これは性格というか出たかもね。あ、頼ってくれない方がいい。え、間違えた。ちょ、もう一回やろ。もうダメだよある程度のやってだったら全然いいんだけど、何でもやってんなるとうざって私もね、ダメになっちゃうと思うんだ。でも少なからずね、多分男性は頼ってほしいはあるから、ね、ちょっとでも全く頼られないのもちょっと違うんだよね。今のこれは置いといたとして、うん、現実の話、うんうん、本当に完璧で何でも自分でできるよって人でもちょっと隙を見せてやってもらうっていうのは男としては嬉しい。私はこの人私がいないともう絶対に生きていけないなって感じたら魅力を感じなくなってしまう。わかる。この人私いなくても生きていけるなの方が魅力的じゃない。だからそれこそここで頑張ってるみたいな。そうそう、だから少なからず多分追ってたいんだとは思う、うん、追いかけられたいけど追ってもいたい欲が多分あるから、なんかもう何もできないじゃん、うん、私がいないとってなったら冷めちゃう。紐みたいな人無理。そう、私絶対ダメなの多分。ということで
次、女っ気ゼロ彼氏おは女友達多い彼氏。難しい。でももう俺は出ております。 OK、 せーの、多い。おー、そうよね、うん、多い方がいい、うん、まあ、さっきひなりが言ったけど、その人に魅力があってほしい、うん、自分がいなくてもその人に魅力があるっていうのはすごく僕の中でもひなりの中でも大事なのね、相手にね、自分にとってもだし、まあ、それって仕事とかそういう面での魅力もあれば、人間性の魅力もあるわけじゃん、うん、人間性がいい人ほど友達は多いし、ね、多いっていうか、まあなんかその周りに人はいるよね、男女問わず。だからそういう意味でその性別の隔たりなくいろんな人と仲良くコミュニケーションを取れる人がいいなとは思う。ということで次、動く天秤 VS 忘れ物をする弟。うわー、めっちゃ迷うな。せーの、忘れ物。動く天秤厄介なんだよ、やだ、ね、そう、マジで厄介なの本当に。動く天秤って感情移入しづらくない？点だからね。そう、でも忘れ物する弟はおーいっていうのがあるし、弟がちょっと時速が遅くても、まあ、弟だもんなって思える。弟が戻ってチャリで追いかけるんだよね、駅に着くまでにどこに集合するかっていう。問題によるだろそれは。まあ、俺ね結構天秤の問題好きだったけど。ってことで次、シャンプー勝手に使われるは化粧水勝手に使われる。あー、なるほどな。せーの、シャンプー。あの、だよね、化粧水の方が高い。そう、いや、そう単価が高い。正直どっちもいい。マジでどっちもいい、うん、どっちでもいいし、どっちもいいんだけど、無言で使われててもうマジで何も思わない。ちょっといじくるぐらいはする。おい、お前使ってるなみたいなことは言うの。ふざけてね、うん、本当にやめてとは思わないし、嫌ではないかも。めっちゃ左のヘアオイルみたいな2ヶ月ぐらい使ってた。お前使ってるな。でも左、俺の化粧水2ヶ月ぐらい、お前使ってるな。俺のイプサを使ってるな。そういうこともあるし、でも多分どっちも何も思ってないよね。マジ何も思ってない。そう、ゼロ。ってことで次、一年中春か一年中秋か。似たようなやつばっか来るな。せーの、秋。ああ、花粉がない。服が可愛い。食べ物が美味しい。紅葉が綺麗。温泉にいい季節。帽子が似合う。コートが可愛い。紫が好き。アウトー。すごく健全な理由です。紫が可愛いはあなたの好みを今発表しただけです。ということで次、全く喋らない人は24時間喋り続けてくる人。結婚するならどっち？24時間寝言かな。じゃあせーの、喋る。まあ、そうだよね。自分が話したことに返答がないことが悲しいって感じちゃうかもと思って。それはね、相手から積極的に喋らなくても大丈夫だけど、話したことを何かしら反応が欲しいって思っちゃいそうだから、うん、だったらめっちゃうるさくても喋ってくれてる人の方がまだいいかなって。今回はさ、ちょっとまあ究極の二択っていうやつだから両極端だけどさ、寡黙な人とさ、まあ、めっちゃおしゃべりな人っているじゃん。そこ取ったとしても僕はおしゃべりな人がいいかな。おしゃべりな人がいいな。寡黙な人がいい人もいるんでね、そういう人のが好きで、個々で時間を使って喋るときはちょっと喋るみたいな。それも分かるけど、なんだかんだやっぱ喋ってる時一番楽しい。うん、共有したい、なんかいろいろ。ってことで次、とんでもなく潔癖症の恋人と、とんでもなく片付けられない恋人。これも難しいね。せーの、片付けられない。潔癖症はお金じゃ解決できない。片付けられないはお金で解決できるし、できる最悪とか、まあ自分が頑張ればできることもあるじゃん、うんうん、難しい。度合いにもよるなって思っちゃったんだけど、潔癖症の方ってさ、こっちに関与してこない場合もあるじゃん。もう自分だけがそれで良ければいいみたいな、人がやってるのを直せればいいみたいな。あー、なるほどね。そうであれば全然いいんだけど、そうじゃなかった場合、一緒にやってくれよっていう感じだった時に、うん、私そこまでができないタイプだから、ね、自分が性格的に辛い思いをさせてしまいそうって思って、喧嘩になりそうだし。そうそう、だからそれが前だなって思ったのと、なんか手を繋いだりとかできないのかもしれないって思ったら、それが悲しい気持ちになっちゃうかもって私思って、そう、自分が悲しい気持ちになっちゃうかもって思って、だったらまあ片付けられない、私もそんなに片付け得意じゃないけど、片付けられない同士仲良くやっていこうぜっていう方がまだ最悪やん、なんとかなるかもしれない。めっちゃ崩壊する。うん、ということで次、彼氏が早すぎるおは全くお行きにならない。めっちゃ丁寧。せーの、早すぎる。まあ俺に関しては早すぎる方が嬉しくない？気持ちよくないんかなってなる。あー、遅いのは疲れちゃうかな。そう、絶対言うと思った。絶対言うと思った。めっちゃ長いのは疲れる、疲れちゃうかなと思って。こんなね、そこまで良くないから、早くてもそんなにブーとはならないかな。おいおいおい、ふざけんなよとはなんないよね。そう、ということで次、1万円が当たっている宝くじおは100枚の当たっているかわからない宝くじ。決まった。決まった、俺も。せーの、100枚。おー、100が
あればワンチャンで1万っていうのがね、これね、良くないところで、ちょ100枚も買ったことがないだったから、で100枚ってのは3万円分だから、これ可能性あるよね。そもそもね、10枚に1枚は300円当たるから、連番で買うと、へえ、この10の多分に300、3万円買って3000円は絶対当たるんだけど、当たらなかったら2万7000円の損。1万もらうくらいなら、そう、いや、そう、そうそうそう本当にそう、なんか夢みたい。うん、1万ってでかいけど、まあまだ身近な金額じゃん、うん、100枚でちょっと夢みたいよ ね。はい、ということで今日は究極の2択回答していきました。はい、楽しかった、ね、マジで。もうなんかだんだんみんなも掴んできてるね。そう、俺たちの採用されやすいなっていうのを掴んでくれてる子がいて、うん、なんかいいなと思ったやつだと同じ子だったりする、うんうんうん、できるだけね、あの分散できるように、同じ子のやつはいいなって思った時は2個読んだりとかもするんだけど、できるだけそう、はい、いろんな子の読めるように分散させるんだけどね。うわー、これもこれも読みたいってなるんだよね。そう、マジうまいんだよね。そういうとこ捉えられてきてる感があって、ちょっと嬉しい気持ちになったっていう。まあちょこちょこあの質問コーナーとかね、うん、こういう2択みたいなやつとかもやったりしてるので、あ、こういうのがいいのかもなみたいな参考にしてくれると嬉しいですね。そうですね、また絶対やるので、いつか、うん、その時はぜひ送ってくださると嬉しいなと思います。はい、はい、ということで、はい、2人とも夏の回し者やんって思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。